おはようございます。自宅の庭の柿の木が初めて実をつけたのは35年前の秋。人生で最もつらい時期だった。大阪府箕面市の谷口真知子さんには色づいた実が夫からの贈り物のように思われ涙が止まらなかった。会社員だった夫、正勝さんは、その年の夏、羽田発大阪行きの日航123便に乗り、帰らぬ人となった。遺品の中には、免許証と走り書きの遺書が、まちこ、子供よろしく、大阪箕面、谷口正勝。かすかに血と煙の匂いがした。柿の実に気づいたのは沈んでいた中一と小三の息子である。5年前、自宅を新築した際に夫が手ずから植えた木だ。桃栗3年、柿8年と言いますが、それよりも早い。私たちのために実らせてくれたと嬉しくなりました。そんな体験をもとに、まちこさんは絵本、パパの柿の木を刊行する。明日も明後日も続くと信じていた日常が突然断たれた。家族で過ごす当たり前の日々がどんなに大切か伝えたいと思います。事故後、周囲に助けられながら息子を育て上げ、三人の孫も生まれた。今日で墜落事故から35年。皆同じ、親子に会いに、御巣鷹に。同じ便に乗り合わせた女性客を悼む母親の句が、遺族の文集、茜雲にある。失われたのは乗客ら520人もの尊い命。それぞれの遺族がくぐり抜けてきた歳月をかみしめる。取材の日、庭の柿の木に触れた。幹は太く、葉は厚い。何十もの青い実が夏の日に輝く。家族ならずとも、正勝さんがそのたくましい木に宿っているように感じられた。今日も感謝の中で過ごしましょう。いつもご視聴ありがとうございます。南無阿弥陀仏。